ギンタ脱退、まあ、衝撃のね、衝撃よな。だってあの脱退が発表されたのが、はい、そもそもツイッターなわけよ。でツイッターで発表されてから別に YouTube 出してないからね。出してないです。そっからってか初めて、多分そっから初めてこう今レペゼンが YouTube チャンネルに出てるっていう。いやそれが結構驚き、驚きよ。でもこの銀太の件に関してはもう応援するしかないというか、うん、銀太が音楽頑張るっていうのはもう前々から俺らも聞いとったし、うん、銀太の音楽に対するこの愛というか情熱ってやっぱ元からすごかったわけ、うん、やっぱ俺らもいろんな撮影する中でやっぱ普通のカメラ回ってない時でも銀太って音楽の話めっちゃ好きやし、まあ確かに音楽でやっていきたいっていうのはずっと言っとったから、うん、はい、だからそれを本当にまっすぐな思いで今からやっていくんだろうなって思ったら応援の気持ちしかないって中で、銀太が抜けた後のレペゼン、うん、これどうなのっていうのは、はい、めちゃくちゃ気になるよ。4人体制ですよね、うん、じゃあ改めまして、はい、4人になったレペゼンの DJ 丸、はい、これちょっとすごいこと起きたな。いや本当にびっくりですね。率直な気持ちはどうなの？送り出しはやっぱり、うん、本当に行ってらっしゃい頑張ってねえですけど、うん、やっぱいざ抜けたなって実感すると、うん、めっちゃ寂しいです。まあそりゃそうもちろん。だってファンの俺ですら寂しいもんな、まあ、ファンだったりとか、まあ、ちょっと関係者強かった俺でも、はい、あ、銀太おらんなるんやみたいな、なんかこう、そうですね、ヒカル君も前々から聞いてはいたけど、さすがに準備はあったじゃないですか、ここ準備はあったけど、はい、いざこうネット上に発表された瞬間さ、はい、このファンの人とかの思いとかもブワーって出てくるわけ、はい、やっぱそれ見るとなんていうかな、うわーみたいななったよ。はい、なりました。マジかみたいな。だから喪失感みたいなのは、うん、結構やっぱファンの皆様と一緒の感じっていうか共有はできたかなって思いますけど、いやーやっぱその YouTube での発表もなかったから余計にあっさりの、はい、これで終わりなんやって思ったよ、うんうん、でもあれはでも今も配信で言ってましたけど、みんなで集まって YouTube 更新するとかライブやるとかってなったんですけど、多分銀太もあの最後に曲出したじゃないですか、うん、結局集まっちゃうと多分ちょけちゃうんで、うん、惜しくなくなっちゃうというか、うん、だから銀太の意向であの脱退の方法、うん、そうですね。で歌でそのやっぱ振り返るみたいな感じの出し方が多分銀太は一番しっくりきたのかなって。なんかアーティスト感あったよね。はい、実際あれでさ、マジでこう、まあ、ファン目線みたいな質問になってあれなんやけど、はい、レペゼン解散っていう話はならなかったの？はならないですね。やっぱりあくまでレペゼンはレペゼンですし、それもちろん銀太ありきなんですけど、の社長もそのフォイも時も僕も銀太がその別の道で頑張っていきたいっていうことでは頑張ってねっていう気持ちでいっぱいだったんで。なるほどね。寂しいは寂しいですよね、もちろん寂しいよな、はい、銀太の笑顔が YouTube 上とかで見れねえって考えたらな、はい、喪失感はあるけど、それぞれがやっぱ大人になっていく中で決断をしていったんやろなって。だから銀太にとってもめちゃくちゃ重い決断だったっていうふうには思うやん、はい、でもそれがやっぱできるのが銀太のかっこよさなんやろなとも思ったけどな。で銀太えぐいぐらいまっすぐなんで、うん、やっぱいい意味でその、うん、確かに曲げないっていうのが彼の生き方というか信念なんで、辞めるって逆に多分一番大変というか辛いというかさ、はいはい、うん、難しい選択やん。なんで最後も本当に抜けてしまって申し訳ございませんみたいな感じのラインが来て、頑張りますみたいな感じでやり取りしてましたね、うんうん、いやーでもこれからのレペゼンがどうなるかはマジで、まあ、もちろん丸もそうかもしれんけど、うん、はい、まあ、結局社長次第やとかあるやん。いやそうですそうですそうです。で現状社長は帰ってきてないと、はい、で銀太が辞めても何の反応もなし、はい、動きもなかったですね、うん、状態で、それに関しては社長のなんか意図があるってことなの？いや意図があるでしょうね。あ、それ分からんの？はい、でもその正確には分かんないですけど、やっぱ社長にもこのタイミングで戻っていきたいっていうのが多分あって、僕らは明確には知らないですけど、うん、でその銀太と話し合ったりとか僕らと話し合ったりする中で、じゃあ最後に動画出した方がいいんじゃないか、じゃあその日に復活するかなとかって多分考えたとは思うんですけど、社長も社長で銀太を応援したいから、あくまで銀太の意思を尊重したいっていうことで、ね、じゃあこの日にまた戻ってくるのをずらそうかなって多分考えの変化があったりはしたと思います。いやこれだから社長がだから次 SNS を更新する時はいつなのかっていうのはやっぱもう、いやそうですよね、みんな気になっとるよな、はい、だってこのタイミングで戻らなくていつ戻んねんみたいなファンの人も声もあるやん、うん、でもそこは銀太の意思を尊重して今じゃないっていうふうになって後になったけど、戻ってくる予定ももう丸は分からん、分からないです、本当に知らないです、それすごい状況やな、はい、もうレペゼンの話に関してはなんかあんまり逆にしようがないってことやもんな、うん。